今日はサッカー部の真田選手にお越しいただいておりますけども、真田選手、第59回デュッセルドルフ国際ユースサッカー大会ということでドイツで行われたんですけども、それの、日本高校選抜メンバーに選ばれてまして、4月6日から10日まで、ドイツの方で戦ってまして、日本、高校選抜、は、2018年大会以来3回目の優勝ということでした。おめでとうございます。ありがとうございます。どうですか、日本優勝そのメンバーに選ばれました。どうでした、大会振り返って。いや、まあ素直に優勝できたことは嬉しいんですけど、まあ、もっと個人としてやれたんじゃないかなっていうふうには思ってます。もっとできた、はい、でまず予選、リーグで、まあ、4試合戦ったわけですけども、真田選手は、まあ、ボランチので、先発出場ということで、まあ、デュッセルドルフに勝って、それから第2戦ですよね、8日にあったと思うんですけども、PSV ということでオランダのチームだったと思いますが、2対0で勝って、その試合のなんと2得点ということで、はい、これいろいろまあ新聞等にもちょっと報じられていると思いますけども、いかがでしょう。特に2試合目っていうのはかなりのインパクトを残したんじゃないかと思うんですけど、振り返っていかがでした。いや、まあ得点自体はあのコーナーキックのこぼれ球であんまりいい得点っていうか、そんなすごい得点ではないんですけど、やっぱりゴール決めれたってことが、まあ、自分の自信にもなりましたし、まあ、予選リーグで貴重な点だったんじゃないかなって思います。別に 2得点目は全部同じような形。はい、どっちともコーナー味方が設定こぼれたやつを押し込んだみたいな感じです。で、もともとそういう得点っていうのは結構自分で多い方なんですか、高校の時から。いや、そんな多くはないんですけど、まあ、たまたまこぼれてきたのが2回続いたって感じです。なるほど、なるほど、わかりました。でも2得点取ったということで、いや、すごいなと思うんですけど、はい、まだでもそれでももっとやれたみたいなイメージっていうのは、何がこうもっと逆にできたのっていう感じがあります。まあ、プレー中でやっぱもっと、まあ、相手いなしたりとかっていうのはもっとできたんじゃないかなっていうのは、なるほど。そうですね、まあ、佐野選手どっちかというとボールをこうキープどれだけできるかみたいなところっていうのは結構持ち味の一つなのかなというふうに僕感じてるんですけども、そのあたりで、まあ、相手が外国のプレイヤー、ヨーロッパの選手、やっぱり日本と、まあ、日本の、ね、高校サッカー戦ってきた選手とやっぱりこう全然違う感覚でした。いや、まあ、球際とか、まあ、やっぱスピード感っていうのがやっぱ全然違くて、抜いたとしても海外はなんかすぐファールで止めてきたりとかっていうのがめちゃくちゃ多いんで、まあ、その分ちょっとやりづらかったなっていう印象です。結構ファールでもうなんとか止めようみたいな。そうですね、抜かれたらもうそのゴール前じゃなかったら、まっすぐファールしてみたいなのが多くて、海外は。まあ、それがちょっとやりづらかったな。なるほど。ということはある程度こうドリブルなんかで1対1でも抜けたみたいなところも結構多かったってことですか。まあ、そうですね、まあ飛び込んでくる感じなんで、海外の方は。ほうほう。まあ、抜けはするんですけど、やっぱりその後がって感じですね。ああ、なるほど。その辺でもっと自分の中で、そこからどうするかみたいなところも含めてということですよね。なるほど。で、まあ、日本チームでいうと、まあ、第3戦がフランクフルトということで、ここもバランスで出場して、まあ、勝って、で4戦目がザルツブルクということで、この日は、まあ、連戦になったので、まあ、出場なしということだったんですけども、で予選リーグトップでというところだったんですけど、どうだったんですか、予選リーグって日本、まあ、18人選手いますけど、全体のこう士気というか、あ、いけんなみたいな、そんな感じだったんですか。どういうふうに感じました。いや、まあ、初戦が一番結構強くて、まあ、ギリギリ勝てたみたいな感じだったんですけど、まあ、その一戦勝てたっていうのがやっぱ大きくて、ほう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 、まあ、ちょっとずつ、まあ、高校選抜のチームワークとか、まあ、戦い方っていうのも定まってきて、ほう、まあ、ちょっとずついけるんじゃないかなっていうふうにはなってきてました。なるほど。でもね、初戦ということで、まあ、相手ドイツのデュッセルドルフかなんか戦ったんですよね、はい、お客さんとかってどうだったんですか、会場。いや、まあ多分最初は日本負けるだろうなっていう多分感じの雰囲気だったんですけど、まあ始まってみたら結構強いなみたいな感じで、やるぞやるなみたいな、はい、リアクションだったんじゃないかなっていう。お客さん結構多かった。あ、結構
やっぱ多分ドイツ人サッカー好きなんで、ほう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 、結構入ってましたね。へえ、そうなんや。でもそういった場所でこうなかなかね、コロナとかもあって、まあ佐野選手の場合、あの選手権の決勝で、はい、もうすごい人数の中でやりましたけども、はい、またそれとはちょっと違う意味合いで外国の選手みたいなんで、やっぱ感じ違いました。はい、まあやっぱ反応とかもそうですけど、うん、まあ、点決まったりした時の反応とかやっぱり全然日本と違ったりとか、まあ、ちっちゃい子とかも見に来てて、まあ、そのピッチ外とかでもなんかハイタッチ求めてきたりっていうのはやっぱ全然日本と違うなっていうふうには感じました。なんかそういう時結構向こうの人って結構遠慮なしにサインくれとかあったと思う。佐野選手もなあったんじゃないですか。どうでした。いや、なんかサインとかはないんですけど、やっぱ、うん、なんかユニフォームちょうだいみたいな、全員に回ってるみたいな。へえ、はい、それで、うん、それであ げたんです。さすがにあげれないですよね。あげてないんですけど、うん、なんか最終日に日本人の方も応援してくださってて、うん、まあ、その方とかにあげました。あ、そうなんだ。あ、結構ドイツって結構日本で、まあ、企業で働いてる人とか結構多いって聞くんですけど、やっぱそういう日本のから来てくれてる、まあ、日本人のサポーターというか、はい、もう結構来てた。はい、結構決勝とか結構来てて、うん、まあ、予選からも数人ですけど、うん、応援してくださってる方もいられたんで。なるほど。これで、まあ、次準決勝ね、行くわけですけども、ここは、ベルギーのシャルルロアというチームだったと思いますけども、はい、これまで0対0で、それからの PK で 3-0 ということで、はい、まあ、キーパーは本当に、ね、素晴らしいキーパーでよく止めてたなと思うんですけども、この試合もちょっとね、ボランチで出場されて、はい、どうした準決勝、あと1つ勝てば決勝というところもありましたけども、はい、いや、まあ、出力的には断然自分たちの上で、ほう、チャンスもめちゃくちゃあって決めきれなくて、うん、0-0っていう、まあ、終わってしまったんですけど、うん、まあ、それで負けたらもったいないなっていう話してて、うん、まあ、それでなんとか PK で勝ててよかったかなと。そうですね、 PK でこれはもう90分戦ってすぐ PK みたいな、はい、ですよね。いや、延長あった25分ハーフなんですけど、ほうほうほう、全部それですぐ PK。あー、なるほど。あ、そういうことやったんですね。なるほど、なるほど。で、勝ってさあ決勝ということ、これ同じ日に決勝がやるんですね。で、ザルツブルクということで、これもこれベルギーかな、ザルツブルク。いや、オーストリア。オーストリアか、はい、すいません。で、そこまた1対1ということで、ここはまあベンチスタートということで、非常に緊迫した試合だったのかなと思うんですけども、どういうふうにこう見られてました、この試合は。ちょっとベンチスタートというところだって。いや、まあ、なんか予選の最終節でやって、うん、何対何か忘れたんですけど、結構余裕で勝ってしまってて、うんうん、まあ、それで、まあ、自分たちもちょっと気緩んでた部分もあって、お、まあ、全然1点決めてからも点決められる気はしなかったんですけど、うん、まあ、最後の最後で決められてしまってって感じで、まあ、それも、まあ、自分たちのミスからやられてしまってたんで、うん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 、まあ、それでも切り替えて、まあ、PK 勝てたのが良かったかなと。これも 5-4 ですからね、PK も。はい。え、これは蹴った？いや、蹴ってないです。どうの PK ってぶっちゃけあんまりどうです？まあ微妙ぐらいですね。そんなうまくはないです。あ、そうなん。でも、じゃあ行きたいやつ行けって言われた場合は。それやったら手挙げるんですけど、あのコーチが勝手に決めるって感じだったんで。そうなんや。ああ、なるほどなるほど。じゃあ、まあ、自分の番はないだろうという感じで見守って、はい、でも5対4で勝ちました。日本これ2018年大会で優勝して以来なんで、どうだったんですか、その優勝した瞬間というのは。ご自身のこう気持ち、いろんなところどうでした。いや、まあ、素直にめちゃくちゃ嬉しかったですね。まあ、日本、まあ、高校選抜、まあ、50年ぐらい出てるらしいんですけど、うん、まあ、それで、まあ、今年で3回目っていう優勝なんで、まあ、なかなか優勝できない大会なんで、その分嬉しかったです、うん、そう。
結構こう祝福とかいろんな連絡とか日本からも、どうでしたその間に同級生とか。いやまあそんなにいいっすけど、うん、選手権に比べたらあんまりいいし、それ放送とかないもんね基本的には。あそうですね、うん、そうなんや。まあ、でもやっぱこうトロフィーとか持ってこうみんなで集合写真撮ってとか、やっぱ嬉しさというかすごかったんじゃない、日本のこう、ね、同じ仲間たちでできたというのは、はい、まあ高校サッカーではライバルな選手ばっかりで、うん、まあ、その選手たちと優勝できたのは、うん、まあ、嬉しかったです、うん、なるほど、わかりました。で、まあ、ちょっと聞くところによると、関西大学サッカー部の柴山主将がいますけども、なんか毎日のように真田選手から連絡があると、電話はしてたという情報が私の耳に入ってきたんですけども、でどんな柴山師匠とすごく仲いいんだと柴山君が言ってたんですけど、この辺りどうなんですか。いやまあ仲良くしてもらってるって感じです。ああそう、ご飯連れてってもらったりとかして、まあめちゃくちゃ優しいキャプテンです。どんな話をするんですか毎日を。毎日ぐらいって言ってたけど本人は、はい、いやまあ普通に暇な時に電話かけたりとか、まあその関西大学、まあ、試合終わってからどんな感じだったんですかみたいな聞いたりとかですけど、まあそうですね、結構連絡してました。今日頼れる先輩、はい、あそうなんですね、なるほど、わかりました。あとねこう海外ということで、まあ、今回ドイツだったんですけども、ドイツ語だったりあるいはまあ英語だったりというのがまず必要になってくると、いかがでしたこの辺のコミュニケーションとか何かこう感じたところ。いやまあ全然分かんなくて、うん、まあ、やっぱドイツ語は特に本当に何言ってるか分かんないぐらい難しかったですね、うん、あただまあ、ね、今後を見据えてという意味ではやっぱ外国語、英語、ドイツ語、ヨーロッパの言葉ですよね、あの辺に対する意識、学習意欲みたいなのってどうでした。やっぱ勉強しないとなっていうふうには感じましたね。やっぱ海外行ってサッカーしたいっていう夢もあるんで、うん、まあ、その分やっぱ勉強してコミュニケーションできないときついなっていうふうには感じました。おなるほどなるほど、わかりました、まあ、法学部とはい、多分まあ英語は間違いなくあると思うん でドイツ語も取ってると、はい、まあ、ちょうど何かの運命かなと思うので、しっかり勉強もしていただきたいなと思うんですけども、あとねその海外でいうと、まあ、日本の食が違うじゃない、はい、どうでしたその向こうの食事、まあ、みんなと食事とどういう風な感じだった。いやまあマジで人それぞれって感じなんですけど、うん、まあ、基本ご飯が出ないんで米が出ないんで、あそういうことか、ライスじゃないんだ、はい、パンパンです、ね、自分あんまりパン好きじゃないんで。あそうなの。おでまあなんかポテトとか毎回出るんでそればっか食ってたんですけど。あフレンチフライ、あの ポテトフライみたいな、はい、そういうのクラッシュされたやつ、あの、はい、サラダみたいな。いやなんか普通に輪切りにされたやつ、揚げたポテトとか。おなるほど、まあ いろんなのがあったんですけどとか、まあやっぱソーセージとか、うん、あんま体に文化はよくわからんもん食べてましたね。うん、なるほど、わかりました。あとなんかプロの試合とかも見に行ったって、はい、あの予定を見ると、はい、何か感じるところありましたか。いやちょうど東山の先輩の川田選手の試合で、まあやっぱ全然それもそうですけど日本と全然雰囲気であったりっていうのは全然違くて、うん、まあめちゃくちゃ面白かったです、ね。あ、玉田さんじゃあ会ったりする機会というか先輩みたいな。いやそれはなかったんですけど、鎌田選手もう試合途中から出て、自分もこうなりたいなっていうふうに思いました、ね。じゃあ逆に言うとそう自分のが行った時のこうイメージみたいなのもこうなんか実際現地に行ってあったんじゃないですか。いや、まあ、まだまだ先だなっていうふうには思ったんですけど、まあ、いずれかはそのピッチに勝ちたいなっていうふうに思いました。なるほど、じゃあ本当に得るものが多かったですね、そういう意味では、はい、その1週間ぐらいですよね、約ね1週間ぐらいです。あ、分かりました。
で、ね、本当に、まあ、日本に帰国されて、今度はまあ関西学、大学の選手として、まあ、リーグ戦だったり、戦っていくわけですけども、いかがでしょう、まあ、今回の経験を経て、まあ、今後どういうふうなこうプレーを皆さん見せていきたいかというのを最後教えてもらいたいですけど、まあ、やっぱ1年生からもっと試合絡んで、まあ、まだまだですけど、やっぱ結果にこだわって、もっとゴールとかアシストでチーム勝たせられるような選手になりたいなっていうふうに思います。うん、でも日本高校選抜でも本当に十分その勝たせるような活躍したいで、はい、言って、まあ、2点まだ本人は納得しないものの、はい、いけたので、なんか やっちゃいそうですね。いや、まあ頑張りたいです、ね。でチームも、ね、本当に開幕戦阪南に勝って、はい、で大阪府の予選も、ね、勝ってるというところで、まあ、本当に佐野選手もいつ出てくるんだろうと、まあ、そういう逆に目でも見られるかもしれないので、ぜひ頑張っていただきたいなと思います。佐野選手ありがとうございました。ありがとうございました。